見とったんけ。うちは秋から来た大見原じゃ。これからこの明治館で世話になる。よろしゅう頼む。もちろんじゃ。広島城のように常に戦に備えるのがうちの心情じゃけえの。明治の世となって久しいが、戦の技は衰えとらん。うん、うむ、そうじゃの。いや、その、なんじゃ、ちょっと昔のことを思い出しての。はないんじゃ。気になるような言い方をしたのはうちじゃ。あんたは悪うない。ほうじゃの。これから主として世話になるあんたに隠し事をするなあ。ええた思わん。正直に話しておくべきじゃの。いや、そらうちの信じる忠義に反するけえな。全部話しておきたいんじゃ。この袖の跡、主殿には何に見える？うちは刀じゃ。肉でも骨でも藁でも、切れるもんは何でも切る。じゃがの、魂だけは切れんかった。金象眼にもある通り、死産二つ堂、うちは以前試し切りで遺体を切ったことがある。そうじゃ、うちが切った遺体は確かに首がなかったが、そこには魂があった。死産を終えたうちの刀身に血が残っとった。その血がうちの袖に跡をつけたんじゃ。信じられんなら信じんでもええ。じゃがの、これはうちにとっての憂いなんじゃ。勇敢に生きて安楽に死す。かつては何でも切れると思っとったがの、切れんもんがあると知った。この憂いがあるからこそうちは己の剣におごらず、常に戦に備えることができるんじゃ。そんな暗い顔しんさんな。今じゃこの後と共に生きとるけ、守られてるとも思うとる。じゃあけん、戦場ではそう簡単にくたばらん。それがうちじゃ。おう、任せとけ。しかし東京の町はいささか平和すぎるの。この町の人間は誰も彼も戦を忘れとるようじゃ。有事に備えとらんのけ。かつて日本一と言われた江戸城の総構えも埋め立てや整地で、今や遺構のごとき扱い。じゃが広島の町は今も城を中心とした完全な城塞都市じゃ。住民もみんな戦の空気を感じて備えとる。少し前までは大本営もあったしの。それに比べて東京の門には都を守る人間としての気骨を感じん。まともに戦をしたら広島の勝ちじゃ。その考え方が意見。道理なんてな簡単に覆るけ、常に有事に備える必要があるんじゃ。ええか、主殿、広島城のようになりんさい。ほうじゃ、うちは広島城のようになりたいと常々思うとる。お花見衆の戦いはどんな間がつきを相手にしても一歩も引くことなく勝利せにゃならんのじゃ。そのためには広島城のように堅牢で堅固にならんにゃいかん。そういうわけじゃから、うちは鍛錬を続けるけ、あんたも備えは万全にしておきんさい。